北日本から東日本では氷点下42度以下、西日本では氷点下36度以下の強い寒気が、この冬一番の強い寒気が流れ込む見込みです。お寄せの場合、不要不急の外出を控えていただきたい。またやむを得ず自動車を運転する場合には冬用タイヤの装着、チェーンの携行と、ハイルの装着を、お願いしたいかと。冬用装備の携行、広域迂回や、通行ルートの見直しなどに、ご協力をお願いしたいということでございます。冬用のタイヤの、装着などの徹底、タイヤの摩耗劣化等にも十分注意していただきたいかというふうに思います。最新の気象情報や、交通情報に注意し、外出の場合には十分な、時間的余裕を持って行動していただきたい。